どうも、光マンです。富野です。今回は地蔵対決。よいしょ。地蔵。ということでルールはほぼマック。ほぼマック。まあ3回だけ、マック以外の店を取る権利があります。キャンセルとか拒否とかしまくるとならないっていうことがあり得るので、違うとこ取れる3件の権利をうまく使って20件ですね、早く到達した方が勝ちです。で、負けた方は今日の飯をおごると。はい。さあ、光マンだって今年初の稼働でしょ。あ、そうですね。だいぶなまってるんじゃないですか。僕は結構やってましたからね、練習から。まあでも、マック実はそんな体力いらないんで、精神力だけなんで。精神力は負けないと思います。ということで、はい、スタート。さあ、見えてきた今回の舞台、ホーナンマック。ただいま8時59分、ホーナンマックは9時からスタートですね。あ、9時になった。はい、じゃあオンラインしましょう。はい、ここね。じゃあオンラインします。いくで、せーの、うん、よし、OK。朝飯買おう。やばいなっていうか、1,2,3 5人ぐらい、6人ぐらいもう。この近くこんないんだけど。さすがマック地蔵だ。あ、これ単品で一つと、ホーナンマック。まずは1軒目取られたぞ。やべえ、1軒目取られた。来た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 、なったなったなった。ホーナンマック、ピー、これで1-1だ。よし、さあ1軒目から富代にまさかの先を越されるというね、出だし最悪ですけど、まあ10分後に追いつきましたよ。いや、長期戦だからね、地蔵というのはもう長期戦、精神的な戦いですから、こっから20件、まあ早くても6時間かかりますからね。やってやるよ。オッケー、配達完了です。さあ1軒目は常連さんでしたね。常連さんっつっても俺もうほぼやってないけど、ほぼやってない俺でも毎回のように運ぶ常連さんでした。1軒目383円。お前なんだよ、危なあ。もう1軒目から引かれそうになったぞ。いや、新年一発目から引かれそうになりましたけどね、今。てか、ウーバー専業が1月12日に仕事始めて。やばい、全然ならない。あれから多分20分ぐらい無音ですね。対して富男はもう3軒目行ってます。めっちゃズズってるね。現金案件だからかな。でホーナンマック1軒目も富男が一番最初になったんだよね。でも現金案件かなと思ったら現金案件じゃなかったって言ってたから、何なんだろうね。この土地に来てない人優先的なのかな。やっとなった、やっとなった。どこだこれ、どこ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 。ホーナンマック、よし。で今は富男に会って、富男俺より早くホーナンマックなったからね。あ、めっちゃ注文入ってんな。え、現金、現金案件はゼロ。ピー。さあ、やっと2軒目ですよ。はい、このペースだと絶対負けるな。現金オンと現金オフの差かなと思ったけど、富代に聞いたら4件中4件現金じゃなかったって言ってたからね。何なんだろうな、めっちゃ優先されてたぞ。いや、まあでもこっちの方が土地勘はあるからね、その差はでかいぞ。いや、2軒目も常連さんだったな。何回も運んだことある。いや、でもそれは関係ないんだよな。ホーナンマック初めてやる富男がもう4軒やってるからな。富男がいる。うわ、しかも鳴ってるぞ、あれ絶対鳴ってるやん。もうね、ちょっと鳴らなすぎるんで、1週間自動したデータを元に鳴る場所に移動して、そこで待機したいと思います。
しゃー、やっぱね経験の差が違うんですよこれ。さすがにこれは富を抜かしたでしょう。移動してすぐなったからね。うわ、富をいるよ。マジかよ、富をいるし。抜かされ、また抜かされてるわ。やばいやばいこれ。ピーデー、ジュズってるぞ。めっちゃズズってる、いきなり。吉野家だな、行くか、これは行こう。今送料無料だからめっちゃ飛ばされる可能性あるけど、ちょっとこれを蹴ったら干されそうなんで、ちょっとかけます。これはピー、え、マジかよ。うーわ、おい、いやーこれは取らなきゃよかったわ。いやーそうか、いやそうだよね。っていうか吉野家あるでしょ、絶対絶対近くに吉野家あるやん。いやマジでこのシステム変えてほしいわ、本当に。誰も得しねえじゃん。だってこれまた戻ってくるまでめっちゃ時間かかるでしょ。マジか、3キロ飛ばされてやっと帰ってきたと思ったらまた吉野家なりやがった。もう騙されん、拒否。いやちょっと1時間無音なんですけど、まだ4件ですよ。9件目もなっちゃいました。9件目、5件差かよ。もうちょっともう帰ろうかな。帰ってもう富男を20件終わるのただ待つっていう。来た来た来た、1時間ぶりになりました。やっと来た、ボーナンマック。何人に抜かされてんだよこれ。この間に富男3件ぐらいやってるからな。優先度低すぎる。いや、はい、6件目ですね。6件目になりましたよ。残念ながら郵便番号マーク案件ですね。このピンを信じて進もう。一応でも建物名も書いてありますね。いや全然違いましたわ。いや最初から住所のところ検索して行ってくべきだったな。これ600メートルくらいピンズレしてますね。来てる来てる来てる。スタート直後にマックジュズ挽回できる、まだ挽回できる。ということこれ何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 この画面、近すぎってことかこれは。ただドロップ先が近すぎて、え、こんな近くていいんですかみたいな、そういう確認だったね。来てる来てる、2連続激近案件。いいよ、これで結構追いついたんじゃないか、もしかして。いやそんなことより地蔵が全くもういなかったからめちゃくちゃ多分鳴ってると思う今。てかなんだこのシミは。やっぱり方南町だけブロッカーがいるな。何十人もの優秀なブロッカーが。なりましたなりましたよ。うわバーミヤン、よし。今ね、富男12、光マン9です。結構追いついてきてるよ。ちょっとまだ分かりませんよ。はい、11件目ですね。ドロップ中です。いやいやいや、っていうか富男もう16件だぞ。どんな差なんだよこれ。5件差ついてんだけど。完全に優先されてるな。やっぱ何かしら条件があるんだな。普段優先されてる感じは富男ないから、何かしらの条件が重なったんだな。これこっから挽回するには何か何かしらでこう1時間ぐらい富男干されてくんないと追いつけねえ。 OK、 戻った瞬間フォーマーになりました。いいよこの感じでいこう。一応さっき鳴ったちょっと離れたところに来てみましたが全然鳴らないですね。戻りましょう。いやでも戻ってもな、あの地蔵宗の中に戻ってもな、競争率高すぎるんだよな。ビビるほどいるからな。あーでも鳴ってるか。お、富男また鳴った。うわー呼ばれてない富男。あ、富男また呼ばれてるわ。うわもうこれはもう無理だな。
18軒目、じゃあ17軒目、あ、17か、まあまあまあ、ちょっとパンクさせていい？ダメって決まってんだろ。それはダメだろ。いや、こっちだけで。前輪だけ。ダメだろ。前輪だけ、前輪だけ。14件目。パンクしてくれ。パンク。パンクとかしない限り無理だ。まずね。そのわずかな可能性を信じて、頑張ろう。まだ諦めない。パンクする可能性はまだ残ってる。よいしょ。パンク、パンク、パンク。爪じゃむずいな。爪じゃさすがに。やめろって。やめてやめてやめて。あとなんか、ね、あとなんか。1不正配達員が、めっちゃちゃんとやってますから、ね、いや近いわ、近い近い。え、コーナーマック、コーナーマックです。うわ、これでパンクしてキャンセルとかになったら一件扱いにならないから、まだ分かんないよ、うん、はい、じゃあ行きます。くそー、うるせえ。全然だからセルとかもなんか一瞬ちょっとやばいかなと思った時あったけど、結局そこから全然縮まんなかったの。てかもっとマック以外が鳴って拒否しまくって干されたみたいになるのかなと思ったけど、うん、全然そんなかったよ。いやそうなんだよ、ずーっと高難聴鳴るね。じゃあまあ僕からね、はい、6時間4分オンライン15件6648円。そうそう、僕は、オンライン時間が5時間34分あれで、売り上げが20件の8680円です。あ、僕結構もう他のとこやっぱ呼ばれたくなかったら、ガチでもあの配達したら全部オフにして、高難聴マックについてからオンにしてたから、だからちょっと短いんだろうね、多分。ということは3時間半分ですか。僕残ってる時間が8時間26分だから3時間半と2時間、無音時間2時間、3時間半と2時間、1時間半差がある、うん、差があるんですね。でしかもその最初思ってたのが現金やってるから、そう現金の分になるみたいな話も、まあ、もちろんそれもあったとは思うんだけど、うん、そう思ってたけど、そうでも結局光マンと俺がずっとあのマックの近くにいて、うん、で俺が鳴るじゃん、うん、なって見たら別に現金じゃなかったですよ。そうなの、普通のだから別に光マンに行ってもおかしくないような配達が俺の方に来てるっていうから、だから基本的に現金案件っていうか現金オンにしてる人は温存されるのかなと思ってたけど、そうそう全然そんなことなく、逆になんか優先的に今回は相当鳴ってたなって、ってた毎回5人ぐらい、だって常に5人以上地蔵がいたから、本当にね、それを毎回抜いていくから、だから本当に優先されるっていうことはあるってことなんですよ、うん、確実だね。そうで、まあでもそれその条件が、条件は分からない、どうなるかは分からない、条件は分からない。ということで今回の地蔵対決、はい、楽勝でした。いやだからお前負けてんだよ。